オルペウスはギリシア神話に登場する銀遊詩人であり古代に流星した三木宗教であるオルペウス教の子祖とされる日本語ではオルフェウス時にフランス語での発音の影響からオルフェとも表記される名詞のオルペウスアポロドーロスによればムーサイの一人カリオペトオイアグロスの子としてただし名義上の父親はアポロオン神としてオルペウスは生まれたとされる また、オルペウスの父は、トラーキア王であった。ともされ、グレーブズは、オヤグロスを、トラーキア王としている。盾ごとの技は、アポローンより伝授されたとも言う。その技は、非常に巧みで、彼が盾ごとを引くと、森の動物たちばかりでなく木々や、岩までもが彼の周りに集まって、耳を傾けたと言われる。詩人とエウリュディ系オルペウスの死、オルペウスの頭部、オルペウスの妻エウリュディ系が、 独者に噛まれて死んだ時、オルペウスは妻を取り戻すために冥府に入った。彼の引く、盾ごとの愛切な音色の前に、スチュクスの私もかローンも、冥界の番犬ケルベロスもおとなしくなり、冥界の人々は魅了され、皆、涙を流して聞き入った。ついにオルペウスは、冥界の王、ハーデースとその日、ペルセポネーの王座の前に立ち、盾ごとを奏でて、エウルギ系の返還を求めた。 オルペウスの悲しいことの音に涙を流すペルセポネーに説得され、ハーデースは、冥界から抜け出すまでの間、決して後ろを振り返ってはならないという条件をつけ、エウルュギ系をオルペウスの後ろに従わせて送った。目の前に光が見え、冥界からあと少しで抜け出すというところで、不安に駆られたオルペウスは後ろを振り向き、妻の姿を見たが、それが最後の別れとなった。 オルペウスは、イヤーソン率いるアルゴー戦探検隊にも、平楽レースラと共に加わった。人間を歌で誘惑し殺害する、女魔物セレーンに歌合戦を挑み一座をこぶ、無事に海峡を渡った。この時、ただ一人テレオンのコブーテイスのみが誘惑に負けて、命の危機に陥ったが、アプロディーテイが彼を奪って、リルババヨンに済ませた。生活を失ったオルペウスは、女性との愛を断ち、 オルペウス教を広め始めた。ディオニューソスがトラーキアに訪れた時、オルペウスは新しい神を敬わず、ただヘイリオスの神が最も偉大な神だと述べていた。これに起こったディオニューソスは、マケドニアのデイ,イオンで、マイナスたちにオルペウスを襲わせ、マイナスたちはオルペウスを八つ咲きにして殺した。マイナスたちはオルペウスの首をヘブロス側に投げ込んだ。しかし首は、 歌を歌いながら川を流れ下って、海に出、レスボス島まで流れ着いた。オルペウスの盾ごとも、レスボス島に流れ着いた。島人は、オルペウスの死を深く痛み、墓を築いて、死人を葬った。以来、レスボス島は、オルペウスの加護によって、多くの文人を排出することとなった。また、彼の盾ごとはその死を忍んだ。アポローンによって天に挙げられ、ことざとなった。ありがとうございます。